Thank you.
サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権1回戦、イタリア FC 対シエノ。シエノ調子をつかみたい。実況は私安塚博、今日の解説は木村和志さん、水沼貴さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。さあ、キックオフです。それではここでベンチの方にカメラを映します。ジローラモさん、ナイトの光が雨で濡れた選手たち、シュートチャンス、打った。イタリア FC ディフェンス陣最短のピンチを救います。前半15分が経過しています。シエロ、徐々に相手陣、おお、打った、入った、スーパーエクセレントビューティフルゴール。前半15分が経過しています。シエロ先制のゴールを決めました。橘、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。いや、実に素晴らしい。まあお金の取れるパスでしょうね。この辺のうまさ、センスは天下一品ですね。前半19分、シエロ、さあどういった守りを見せるのでしょうか。漆黒マークしています。通った、絶好のチャンス。シエロ、ここからどう守っていくのか。蹴った、このシュートは惜しくも外れた。手元の時計で30分になろうというところ、ボールはイタリア FC。 さあ注目しましょう。完璧なタイミングです。固いディフェンス。通った、絶好のチャンス。右にパスが出ます。ゴールに迫る、打った、決まった、イタリア同点ゴール。手元の時計で30分になろうというところ、シエロ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのはピネリ。隙を突かれた感じですね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。手元の時計で35分になろうというところ、同点となっています。さあ、主ゴールに迫ります。橘、ゴールを目の前にして止められました。前半残りあと5分、シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。パオロ、息の合ったプレーを見せてくれます。ネロ、ギネストラ、この位置から打った、クロスボールか。キーパー1対1、決まった、イタリア逆転ゴール。手元の時計であと5分、シエロ、逆転を許してしまいました。キーパーがっくりうなだれます。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのはピネリ。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。これはキーパーの責任ではないですね。ここで前半戦が終了。2対1、シエロ1点のビハインド。解説の二方、前半をご覧になっていかがですか。ちょっときついかもしれませんね。Thank you.
ップで試合再開です。何か動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ選手交代です。左サイド上がってます。ゴール前チャンスだ。手元の時計で35分になろうというところ。さてどうしよう。ちょっと抜くには無理があったか。ボールを奪われました。アルラシード、パスを出します。まあそれしかないでしょう。上がっていきます。アルラシード、左に短い、どうする。これは悔しい。後半も残すところあと3分。あーどうしたんでしょうか。インターセプトされました。ここでカウンター。ピッチの奇跡。川本、このディフェンス陣をどう突破するか。川本、誰に合わせるか。佐々木、センタリング、思い切ってシュート、決まった。シエロ同点ゴール。手元の時計であと3分。シエロ、土壇場での同点ゴールです。ここで同点に追いつきました。佐々木、見事な同点ゴールを決めました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。佐々木、これは嬉しいでしょう。最後の詰めがうまくいってますね。ナイスシュート。バンチ、右コーナーから蹴るのは大変に得意です。頭で合わせた、押し込んだ、ゴール。後半ロスタイム、決めたのはネロ。素晴らしいシュートでした。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ここはうまく決めてきましたね。練習しないとここまでうまくいきませんね。彼の存在がね、相手のプレッシャーになるんですよ。これが最後のチャンスになりそうです。もう攻撃あるのみです。サッカーは30秒あれば点が取れますから。これは無理だったか。ここで試合終了。試合の結果はご覧の通り。シエル、残念ながらこのゲームものにできませんでした。シエル、これで1敗。シエル、今日の敗因は選手たちの個々の能力の低さが全体的に力不足につながりましたね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
失投とも絶好のコンディション、絶好のサッカー日和に恵まれました。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権出場するだけでも大変なことです。ブラジル FC 対シエン、シエン、これからが本当の勝負となります。実況は私安中博、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフ、あー試合開始です。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、雲一つない、晴れましたね、いい天気ですね、張り切って、巧みなボールさばき、ゴールに迫る、決まった、ブラジル先制ゴール。手元の時計で5分になろうというところ、ブラジル FC 先制のゴールを決めました。セルジオ、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。まさか一人で持ち込むとは思ってもみなかったですね。ちょっとキーパーの出るタイミングが悪かったですね。キーパー本当に悔しそうですね。前半6分、シエロ、1点を追う展開。ここから反撃の糸口がつかめるか。川本、誰に合わせるか。セルジオ、これは頭でか。前半30分が経過しています。さてどうしよう。インターセプト、珍しくミスです。右のスペースを狙った、完璧なタイミングです。シエロ、これを抜かれると一気にピンチに立たされます。体で止めに行った。前半も残すところあと5分、珍しくミスです。油断したか。ここは冷静にいってほしいですね。佐々木、ここでサイドチェンジ。8番、どう攻めるんでしょうか。おっと、強引にスライディング。ここで前半戦が終了、1対0。シエン、1点のビハインド。解説の二方、前半をご覧になっていかがですか。ちょっときついかもしれませんね。後半4分、低いボール合わせられるか。連携がうまくいってません。珍しくミスです。ここでカウンター。キーパー1対1、あとボールこぼれた、入った、ファインゴール。手元の時計で5分になろうというところ、ブラジル FC 1点をもぎ取りました。セルジオ、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。セルジオ、リバウンドか、うまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。キックオフです。手元の時計で5分が経過しています。杉下、ここで勝利への執念を見せました。
VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。常識の枠を超えたプレーでした。いや、ゴールがなければどこまでも飛んでいきそうなすごいキックでしたね。後半14分、さてどうしますか。珍しくミスです。油断したか。アルラシード、早いパスワークです。ディフェンスの様子を伺っております。アルラシード左に短い、無難に繋いでいきます。体で止めに行った。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。このゴールにはディフェンダー唖然としています。いや、こういう風にやられちゃうと慎重に行かざるを得なくなっちゃいますよね。後半ロスタイム、珍しくミスです。周りをよく見ていなかったが、ここでカウンター、トルレ右サイドフリーです。ゴールに迫ります。蹴った、まだボールは生きている。決まった、ブラジルファインゴール。後半のロスタイム、ダメ押しのゴールが決まってしまいました。これで4点目。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。フェルナンデス、リバウンドか、うまく押し込みました。まあこれは向こうが一枚上手でしたね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。ここで試合終了。終わってみれば4対1。シエル、ディフェンス陣崩壊、大量得点を許し敗北です。解説の坂田、最後に一言お願いします。終盤の支配力が足りないので、パスを出せる選手が欲しいですね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。
いかがでしょうか。ピッチは水滴でところどころ光っています。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権出場するだけでも大変なことです。シエン現在2敗、少々苦しい結果を残しています。今日の対戦相手はアルゼンチン FC、 奮起を期待しています。実況は私安中博、今日の解説は木村和志さん、水沼貴さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンセッタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフです。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、雨が降っている上に夜になってますます冷たくなりましたね。おっとオフサイド。どう思われます、ジローラモさん。シエロ、サポーターはイライラしてるでしょう。ありがとうございました。ジウスト、右サイド、クロスボールを上げるチャンス。ジウスト、センタリング、まだボールは生きている。決まった、アルゼンチン先制ゴール。手元の時計で10分を回ったところです。アルゼンチン FC 先制のゴールを決めました。マリネスキ、チャンスを確実にものにしました。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。ゴール前の混戦を制しました。ディフェンダーが完全に競り負けてますね。一番嫌な形になってしまいましたね。手元の時計で35分になろうというところ。シエロ、1点を追う展開。まあこれで逆に緊張がほぐれるんじゃないですか。タイトなマークです。大きいヒールパス、突っ込んできた。ジローラモさん、ここまでご覧になっていかがですか。シエロ、頑張ってくれないとサポーターたちが寂しいじゃないの。ありがとうございます。シャレッタ、キーパー、まさに神業。まだボールは生きている。ここで前半戦が終了。1対0、シエン1点のビハインド。解説の坂田、前半をご覧になっていかがですか。ちょっときついかもしれませんね。再び試合が始まります。何か動きはあったでしょうか。ジローラモさん、シエロ、
選手交代です。マルドラ、左の方を上がってきます。あーっと倒れた。あーっとここで笛。後半4分、大ピンチとなりました。シエロ、決まりました。ゴール。手元の時計で5分になろうというところ、アルゼンチン FC、1点をもぎ取りました。ペデッタ、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。ペデッタ、横に出たボールを思い切ってシュート。これは見事に引っ掛けましたね。ディフェンスが完全に撹乱されてますね。手元の時計で10分を回ったところです。シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。右に叩きます。さあチャンスだ。どこに上げるのか。キーパー飛び出してこれをキャッチ。ここで主審のホイッスル。試合終了です。終わってみれば2対0。シエル、この試合敗れてしまいました。シエル、負けて3敗。解説の二方、最後に一言お願いします。終盤の支配力が足りないので、パスを出せる選手が欲しいですね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天候は曇り、しかし雨の心配はなさそうです。さて、インターナショナルカップに次ぐグレードを誇る世界選手権4回戦、シエロ現在3敗、今一歩のところで勝ちを逃がしています。
勝の対戦相手はフランス FC。 チームの意地を見せてほしいものです。実況は私安塚博史、今日の解説は木村和志さん、水沼貴史さんというゴールデンコンビでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合、後ほどファンタスタジローラモさんにピッチの様子を伝えていただく予定です。キックオフ、さあ試合開始です。ここでベンチにマイクを移します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです、かっこつけてください。シエロ、ここからどう守っていくのか。ティエ、誰に合わせるか。鋭いパスが通った、蹴った、決まった、フランス先制ゴール。前半3分、フランス FC 先制のゴールを決めました。エムロベル、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。最後に決めたのはエムロベルト。隙を突かれた感じですね。ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。前半6分、シエロ、1点を追う展開。取られたら取り返す、それしかないんですよね。シエロ、どう攻めるんでしょうか。8番、ゴールに迫ります。あーっと、ここで笛、決まりました、ゴール。シエロ、ここで同点に追いつきました。手元の時計で5分を回ったところです。川本、見事な同点ゴールを決めました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、ゴールキーパーの動きを完全に読んでいました。うん、これは落ち着いてました。まあ入って当然、外せば罰金もっていうところでしょうかね。前半10分になろうというところ、ボールはフランス FC。 さあ注目しましょう。ミシェ、大きくサイドチェンジ、壁パス、シエロ、早い段階で抑えておきたい。ドサイン、大きくサイド、絶好のチャンス。前半9分、シエロ、このピンチを果たして切り抜けることができるのか。狙った、これが決まった、ゴール。手元の時計で10分になろうというところ、決めたのはミシェル、落ち着いて決めました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。解説の二方、技ありのフリーキックでしたね。決められてしまいましたね。ディフェンスもね、直接かどうか一瞬迷ってますね。前半45分が終了、2対1、シエロ1点を追う展開。解説の二方、前半いかがでしょうか。前半の調子から見て逆転は可能だと思いますよ。後半キックオフです。何か動きはあったでしょうか。ギロラモさん、シエロ、選手交代です。あーっと、ここで笛、
ここでイエローカード。後半12分、シエロ、この試合サポーターのためにも意地を見せておきたい絶好のチャンス。おお、手元の時計で25分が経過しています。さてどうしますか。あっと、インターセプト、珍しくミスです。パスを出す方向を見ます。あっと、ここで笛。レッドカードです。ピッチを後にします。この退場は想像以上に痛いですよ。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば2対1、シエノ、この試合敗れてしまいました。シエノ負けて4敗。解説の二方、最後に一言お願いします。終盤の支配力が足りないのでパスを出せる選手が欲しいですね。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。スタジアムの上空、低い雲が垂れ込めています。本日は世界選手権の模様をお送りいたします。世界選手権、出場するだけでも大変なことです。シエル4敗、白星がないのが痛いところです。
最終戦の相手はドイツ FC。 一矢報いてほしいものです。実況は私安塚博、今日は解説に木村和彦さん、水沼貴史さんのお二方をお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なお今日の試合ピッチからのレポートをパンテッタジローラモさんにお願いしています。今ね、スプーンの火蓋が切って落とされました。それではここでベンチの方にカメラを映します。ジローラモさん、シエロ、これだけ多くのサポーターが来てるんです、格好つけてください。少ない、一人で行くのか、ちょっと抜くには無理があったか、ボールを奪われました。手元の時計で40分になろうというところ。さてどうし、珍しくミスです。周りをよく見ていなかったか。フランク、これは予想外の展開だ。さてどうしますか。ホフマン、左に短いパス、ゴールに迫る、打った、決まった、ドイツ先制ゴール。前半40分になろうというところ、ドイツ FC 先制のゴールを決めました。クレーブ、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、最後に決めたのはフレーベ。仕方ないといえば仕方ないんですけど、ディフェンダー陣、気合を入れ直さんと。前半残りあと2分、シエロ、1点を追う展開、ここから反撃の糸口がつかめるか。どうする、強烈なスライディング、あーっとここで笛、シエロチャンス。さあ注目しましょう。入ったー、ゴール。手元の時計であと2分、同点ゴールが決まりました。最後に決めたのは川本、シエロ、ここで同点に追いつきました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。川本、慌てず落ち着いて決めました。結構プレッシャーかかるんですけど、よく決めましたね。これを決めるか決めないかで流れが変わってましたよ。ここで前半戦が終了、1対1、同点で後半戦に折り返します。解説の二方、前半振り返っていかがでしょう。もう一つ追加点が欲しいところですね。後半キックオフです。安塚さん、シエロ、選手交代です。この状況では最善の策でしょう。シエロ、早く守備を整えたい。クレーベ、ロングパス、おお。後半5分になろうというところ、シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。これは予想外の展開だ。杉下、シエロ、相手ディフェンスを破れない。後半13分、両チーム一歩も譲りません。どうも決定力不足で消化不良気味になってしまいますね。少し組み立てが単調すぎますね。フランク、左に短いパス、落ち着いてボールをキープしています。下半身が安定してますね。フレーベ、ここでサイドチェンジ、左サイドゆっくり上がっていきます。ホフマン、センタリングのチャンスだ。ホフマン、センタリング、おっとボールこぼれた、蹴った、キーパー完全にシュートコースを読んでいました。
手元の時計で25分を回ったと珍しくミスです。周りをよく見ていなかったか。ここでカウンター、こうだ、右に叩きます。キーパー1対1、まだボールは生きている。決まった、ヒエロー逆転ゴール。後半25分を回ったところです。8番逆転ゴールが決まりました。シエロ見事に逆転しました。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。立花いいところに張っていました。今のはディフェンダーの完全なミスですね。外れて気が緩んだんでしょうね。手元の時計で35分を回ったところです。シエロさあどういった守りを見せるのでしょうか。ハービック完璧なタイミングです。シエロ、さあここはどう守る。右に振ります。ハインツクロスボールを上げるチャンス、絶好のチャンス。ナイス決まった。ナイス同点ゴール。いやーこれは意外な展開だ。シエロ、飯島がっくりとうなだれています。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。ラック華麗なボレーシュートです。あのコースだとどうしようもないですね。ディフェンダー陣気合を入れ直さんと。後半ロスタイム、シエロここはしっかり守っていきたいところです。フレーベル、フレーベル大きくタイプチェンジ、壁パス。シエロ早く守備を整えたい。ゴール正面だ。おお絶好のチャンス。ここで試合終了。ご覧いただいた通り2対2、シエロ残念ながらこのゲームものにできませんでした。実況は安塚博士でお送りしました。それでは皆さんさよなら。Woo!